こんにちは、素晴らしい工房です。はい、今日はですね Google AdSense 2019審査の前に準備する方法 Volume 2ということでお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、Volume 1でですね、オリジナルテキスト写真コンテンツが大事だよってことと、あとお問い合わせフォームの設置ですね、この辺を深掘りしました。で、Volume 2では3つ目のプライバシーポリシーの明記について深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、プライバシーポリシーって何かというとですね、はい、Google AdSense のサイトにもね、これ絶対必要ですよ、必須で項目ですよって書いてあるんですけど、これちょっと見てもらうと分かりますように、ていうか分かんないですよね。こうなんかテキストだけだと私もこうちょっと頭に入ってこないっていうか、全然こう理系の人間とかじゃないので、はい、ちょっと読むのめんどくせえなみたいな感じで、はい、なのでこちらをですね分かりやすく解説していきますね。はい、でコピペ OK 素晴らしのプライバシーポリシーってことなんですけど、で、はい、で詳細欄にですね、サイトにプライバシーポリシー のページをちょっとね載せておきますね。でこちらをもうそのままコピーして大丈夫です。テキストこれめっちゃ長いんですけど、ですね、特にとです読み上げますと、本文書は当サイト中東料理地中海料理で形で作れるので、 HTTPS で素晴らしいタカ .com って書いてあります。このカッコですね、このカッコのところね、自分のこのサイト名に変えていただいて、はい、あとですね、まあ一番最後もこの当サイト、著作権について当サイトって書いてあって、これもカッコで私のサイト名がありますので、これを変えていただいて、書店掲載2019年6月5日ってこの日にちも変えていただいたら、もうこのままコピーしてください。で大丈夫です、コピーして使っていただいても全く問題ないです。コピーしましたらですね、管理画面から固定ページのを開いていただいて、で固定ページのこのテキストのところにこのプライバシーポリシーをそのままバーンと貼り付けます。でこう見出しはプライバシーポリシーとか入れてくれたらいいと思います。はい、これでね固定ページできますね。で固定ページができましたら、でプライバシーポリシーのページをサイトのフッターに設置する方法をお伝えしますね。でこれフッターに設置するとですね、どのページを開いてもプライバシーポリシーにアクセスできるよって、でこれを必ずやっておく必要があります。はい、まずですね、管理画面の外観からメニューを開くに押していただいて、でメニューを作成にして、メニュー名プライバシーポリシーとかいきましょうか。はい、メニューにチェックを入れて保存、管理画面からサイトに戻って一番下のフッターを確認、でサイトに戻って確認ですね。そうするとですね、はい、こんな感じ でプライバシーポリシーって書いてあります。で このプライバシーポリシーをポチッと押すと、こう先ほどのこう長い長文ですね、プライバシーポリシーがだらーって出てくれば完成ってことです。はい、あとですね、4つ目の項目ですね、プロフィールのことなんですけど、はい、で私は有料サイトサンゴを使ってますね。でもし皆さんですね、同じようなサイトを使っておられるのであれば、プロフィールの掲載ってね、めっちゃ簡単だと思いますね、有料サイトとかだったら。なので、まあ、こちらはですね、私のサイトにもこうリンクを貼っておきますので、それをご参照いただければと思います。で特に顔写真とかでなくても全然大丈夫だと思うんですよね、顔を出したくないとか。でもですね、できればなんか本名を名乗った方がどこの誰か書いてあるのいるのか分かるので、信頼性がアップするので本名を名乗るのはおすすめです。はい、で他にも不明点とかあればどんどんコメントをお寄せくださいね。でなんかこう背景がこういつもと違うなと思われた方いるかもしれないですけど、これ今日ですね、子供の夏休みで、ちょっとこうロシアに行く途中にこうソウルに乗っておりまして、はい、韓国のソウルですね。でソウルのホテルで今撮っているので、まあちょっとこう素晴らしい工房じゃないなみたいな背景なんです。で私もこう13年ぶりぐらいに来たんですけど、まあなんかこう基本的になんかこうストリート感満載っていうか、こう庶民のパワー爆発みたいな感じで、どこでもご飯食べててみたいな、あんまり基本的に変わんないなって感じですね、このソウルの状況は。でもですね、物価がやっぱり結構上がってるなって、この2年ぐらいですね、ムンジェイン政権になってから結構この最低賃金の引き上げとかでこう物価がね結構ね上がってて、それでこう庶民のですね、こう一般の人たちの暮らしも結構きつくなってきて、で不満ってやっぱ蓄積するじゃないですか。で不満の吐け口どこにするかっていうと、外交的な手段としてやっぱりこう外国にこう目を向けるんですね。自分の政権の方にこう不満来たら怖いじゃないですか。なので俺のせいじゃない、
ちのせいだみたいな感じでこう不満の矛先を外国に向ける。それで、まあ、ちょっと日本とこう、ね、貿易摩擦っていうか揉めてるのかなみたいな感じなんですけど、これあの外交的にですね。でもこう旅行をしててですね、別になんかこう日本人だからみたいな感じで別にそんななんか怖いとか嫌な感じとかもう全然別にないかなって感じで、むしろなんかこう日本人旅行者も今めっちゃ少ない状況で飛行機とかもガラガラだったんですよ。なのでまあ快適かなみたいな感じですね。はい。でもちょっとこう以前に比べてこう物価とかかなり上がってるなって感じで、旅行がしやすい国じゃなくなってきてるのかなって感じは正直しますね。そんな感じでですね、旅の情報もこれからお伝えしていきますのでよろしくお願いします。でチャンネル登録とかライクボタンを押していただければ励みになりますんで頑張ります。それではまた何でもコメントをお寄せください。失礼します。